はい、ヒロです。今回ですね、ポリプテルスの魅力についてお話したいと思います。皆さんはね、ポリプテルス、まあ魅力知ってる人はね、もちろん問題ないんですけど、ポリプテルスって何が魅力なのって、まあ魅力に気づけてない方ですよね。その方はね、ぜひ、この3つ、自分ちょっと独断と偏見で3つ話すんですけど、その3つの魅力をちょっとぜひ知ってほしいなと思うので、ポリプテルスの魅力ちょっと気になる方はですね、もちろん魅力を知ってる方もね、だよねって共感がちょっと欲しいので、ぜひ、気になる方は、ね、動画を見てみてください。ここで軽く自己紹介させていただきます。自分アメリカ出身でですね、物心ついたというか魚ずっと飼育してまして、スキューバダイビングのインストラクターですねもさせていただいておりまして、今年は魚の飼育歴は24年になります。で、ペットショップで売ってる魚はですね、淡水魚海水魚とはほとんど飼育したことがあります。で、 LINE とか Twitter の方で魚の飼育の仕方発信してますので、ぜひ、気になる方はチェックしてみてください。じゃあポリプテルスの魅力ですね、独断の偏見で3つあるんですけど、1個目はですね、恐竜のようなフォルムなんですよ。まさに恐竜じゃないですか。まあ、わかるーって方もいると思うんですけど、やっぱあれはないですよね。はい。まあ、恐竜のようなフォルム。で、二つ目としてはですね、柄ですね。模様とかっていうのが、同じ種類とかでも、個体によっては違うんですよ。あの、黒いバンドって、まあ、エンドリケリーとかね、黒いバンドがあると思うんですけど、あの模様とかっていうのも、個体によって違うんですよ。同じ種類でも。まあ、それはすごい魅力的だなと思います。で、三つ目としてはですね、まあ、ちょっと、1個目に言った恐竜のようなフォルムかぶっちゃうんですけど、魚のような感じがしないんですよ。まあ、もはや魚じゃないですよね。まあさすがに古代魚って感じなので、そこの魅力がありますよね。なんでまあちょっと1個目とかぶっちゃうんですけど、魚のような感じがしない。はい。で、まあ恐竜なので、その背びれはかっこいいんですよ。まあその背びれの魅力に気づいてしまうと、もう沼ですよね。ビキールなんかもう背びれがもうかっこいいですよね。まあそれはちょっとね、もうハマっちゃいますよ。はい。正直自分もハマっちゃってるんで、まあ仕方がないかなと思います。もうまさに古代魚って感じですよね。まあ実際古代魚なんですけど。で、しかもやっぱり自分の経験からすると小さい個体ですよね。まあビキルとかも大きい個体で輸入されちゃってるので難しいんですけど、エンドリケリーとか今すごい安い値段でちっちゃい個体流通してるじゃないですか。なんで、自分もね、本当にちっちゃい頃、まあ中学生の時にお年玉貯めて、当時まあ結構高かったんですけど、もうこのぐらいのね、3センチぐらいかな、の幼魚、エンドリケリー幼魚を買って、もう5000円ぐらいしたんですけどね、ホームセンターで。で、それを買って、もう2、30年、もう十何年育てていって、50センチぐらいにしたんですよ。やっぱすごい愛着湧きますし、結構慣れるんですよね、人に。なんで、やっぱそこもすごい魅力的だなと思って、まあ、ちっちゃい個体が恐竜みたいに育つっていうのってないじゃないですか。まあ、愛着も半端じゃないので、まあ、ぜひですね、この3つの魅力、ちょっと感じたなって方は、ポリプテルスのね、飼育も検討してみてください。じゃあ話をね、まとめさせていただきます。1個目としてはですね、ポリプテルスの魅力、1個目、恐竜のようなフォルム。で、2つ目としては、柄が同じ種類でも個体によって異なります。で、3つ目としてはちょっと被っちゃうんですけど、魚のような感じじゃない。うん、この3つですね。ぜひですね、この3つ、再認識してみてください。まあ、このような感じで、ポリプテルスに限らず、いろんな動画もね、あと魚の飼育の仕方も発信してきますので、気になる方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。